はい、クラブ初登場となる本場の母ダイヤモンドレイラは、アメリカ人は2勝の輝かしい実績の持ち主、勢いを増すハーツクライとのカップリングにより誕生した本場は、早丸らしい雄大な馬格もさることながら、それに見合うだけの筋肉量もしっかりと備えたスケール感たっぷりの高馬体です。首足や胴部、そして各関節に至るまで伸びやかでゆったりと作られており、放牧地では可動域の広さと柔軟性を兼備した馬体を生かし、父の産駒らしいストライドの大きな走りを